コンラッド大阪コンラッドホテルはヒルトンホテル社が世界的に展開している同グループ内におけるホテルのブランドである。1982年、米国外ヒルトンブランド使用権を持たないヒルトンホテル社がアメリカ国外での主要なビジネス都市や観光地、トップリゾート地においてヒルトンホテル社における高級ホテルリゾートの ネットワークを広げることを目的として設立された。なお、コンラットという名称は、ヒルトンホテル創業者、コンラットヒルトンのファーストネームより名付けられた。1985年、オーストラリアのゴールドコーストに、最初のコンラットホテルを開業。この年、以降、ヒルトンホテル社が、ヒルトンインターナショナル社がのブランドで区別することになった。1997年、 ヒルトンホテル社とヒルトンインターナショナル社を買収したヒルトングループ社がブランド使用権を共有し共同でマーケティングを行う契約を結んだこの時からブランドロゴホテルプログラムの統一が行われた2000年ヒルトングループ社と共同でコンラットホテルをヒルトンホテルの最上位ブランドと位置づけたこのことによりベルギーのブリュッセルにコンラットインターナショナル社が 合弁企業として作られコンラットホテルはコンラットインターナショナル社管理課となった。ウォルドルフ・アストリアホテルは2つに分けられ、ウォルドルフ・アストリアホテルと高層階のウォルドルフ・ターホテルに分割された。仮層階はヒルトンホテルに上層階はコンラットホテルになった。2006年、ヒルトンホテル社がヒルトンインターナショナル社をヒルトングループ社から買収した。これに合わせて、 ウォルドルフ・アストリアコレクションが最上位ブランドして発表された。ウォルドルフ・タワー、ウォルドルフ・アストリアともブランド移管が行われた。コンラッド・インターナショナル社は解散。ブランド管轄、ホテル管轄体制が見直された。現在は、ウォルドルフ・アストリアコレクションに次ぐ上級ブランドと位置づけられており、コンラッド・ホテルリゾートとして、他のヒルトンファミリーブランドと異なり本拠地、 アメリカ合衆国のカリフォルニア州ビバリーヒルズで管理せず、イギリスのロンドンで管理している。2006年現在、オーストラリア、ベルギー、香港、エジプト、インドネシア、アイルランド、日本、シンガポール、タイ、トルコ、イギリス、アメリカ、ウルグアイなどで20拠点にホテルを展開している。ありがとうございます。